ミドル級ユーヤ VS ショーマ。青コーナーがショーマ、そして赤コーナーがユーヤの一戦です。この試合解説は第4代ライズスーパーライト級王者の山田康生さん、お願いします。そして第8代ライズライト級王者の中村寛選手、どうぞよろしくお願いします。投げも禁止しないバックハンドの時の肘気をつけてください。あとキャッチ1回だからね、パンチはダメだからね、そう気をつけてな。キャッチ1回でコントロールしない、連続だと反則になるし、ホールディングが多いと反則になるんで、それで気をつけてください。じゃあいい試合頑張ってください、はいはい、お願いします。本日の第5試合ミドル級70キロの一戦ということになります。ラウンド1、はい、さあ第1ラウンドが始まりました。ともに黒を基調としたトランクスを履いています。赤いグローブがユウヤ、そして青いグローブがショウマという両選手の一戦です。いや、中村さん、こう70キロミドル級の一戦ということでフレームが両選手大きいですね。そうですね、ショウマ選手180超えてるんです。181センチのショウマ、すごい迫力がやっぱ全然違いますよね。そうですね、ローキック、重たいローキックを出していくのはショウマ。ミドルを返していったのはユウヤです。山さんはどのあたりこうポイントにご覧になりますか。ユウヤ選手強いですからね、まあ、僕一回戦ってるんですよ。あ、そうですか、6戦目ぐらいだったかな、はい、まあ、65の階級だったんですけど、はあ、どういった印象ですか。めっちゃ強かったです、はあ、まあ、でも最近もねずっと KO で勝ってきて、まあ、この前ちょっと前々回ぐらいか負けちゃってるんですけど、はい、そうですね、元役者の一戦で敗れはしましたが、でも強い、絶対強いですね、はい、ただこの破壊力のあるパンチ、激しい戦いというのはもう誰も期待するところではありますよね、はい、すごいな、やっぱ階級70キロっていうだけでほんまめっちゃ迫力あるっすね、はい、すごい。先ほどから膝も出していくユウヤです。お互いに右のグローブを引いているオーソドックススタイル。お互いまだ様子見っていう感じですよね、ここからハイキックも出していくユウヤですが、ボディにつなげていく。こうしっかりとこう様子見という部分もありますが、この辺りで中野さん、お互いにこうどういうところを確認している感じですか。今ですか、今も距離感とどこに隙が出るかっていうのをお互い探ってるっていう状態だと思います。この第一ラウンドで大体わかるものですか。僕は多分一番こういう戦い方しないで、僕にはそうですね、僕突っ込んでいくタイプなんで、そういうことしたことないですか。したことあんまないですね。あんまないですか。でも見てて思うのは、この試合やったらお互い左手こういうところも、はいはい、左手からつなぐところがすごい、お互い上手な選手なんで、蹴りのチラシもそうですけど、はい、このラウンドはそこでどんだけ触れるかとかが鍵になってくるかなと思いますね。おー、神膝、顔面に膝を当てていきました、ユウヤです。まあ、角度的に見えなかったんですけど、当たってたんですけど、ね、こういいギリギリ当たってないぐらいかな、切れてもないですね。そうですね、第1ラウンドが終了しました。本日の第5試合ユウヤ対ショーマの一戦です。改めて山さん、この第1ラウンドはどういった印象ですか。はい、まあ、お互い様子見で、そうですね、探り合いっていう感じで、まあ、いけるとこあれば行こうかなっていう感じだったと思うんですけど、お互いに本当カン君言うように上手なんで、はい、まあ、様子見の段階で終わったかなという感じするんですけど、ただでもまあユウヤ選手戦績が、はい、すごいんで、まあ、経験値の差で言ったユウヤ選手、まあ、この2ラウンド3ラウンドでどれぐらい開きが出るかなとかめっちゃ気になりますけど、今日の試合が48戦目になるユウヤ、すごいですね、めっちゃ戦ってるわ。そうですね、そしてショウマは今日の試合が13戦目ということになります。結構ショウマの脇腹のあたりも山さん赤くなってますよね。そうですね、はい、まあ、軽く膝とかもちょっと当たってたりしてたんで入ってますかね、はい、ラウンド2。中村さん、どういう風に第1ラウンドご覧になりましたか。
いやもうさっき言ったみたいな探り合いやなっていうところと、はい、まあこのラウンドから今もう始まってもってるんですけど、はい、ギア上がってる、いくんじゃないかなっていうのは思います。あとは、はい、チラシの中でもゆうや選手の方が正確率はやっぱ高いなと思います、ね、そうですか。鼻から出血が見られるショーマです。こういった左とかも右からロングとかロングから打っていく、真ん中空いてるよ。ロキックを切っていきましたが前に出ていきますゆうやです。そして右ストレートを振るっていく、ナイスさん膝を入れていく。第1ラウンドから膝は山さん入ってましたよね。そうですね、膝は結構、まあ、上もそうやし中段もそうやし狙ってるんかな、はい、あと左のジャブから右のボディ、結構あれ振ってくる、あれをなんか捨てて、なんか上振ってくるんかなとか思いますし、そうですか、左のジャブを変化させて左フックみたいなのもゆうや選手よく使ってるんで、そこもなんか狙ってんのかなとか狙ってる感じは見えますか。はい、ゆうやのセコンドから真ん中空いてるよというような声も飛んでいます。あー、うん、でもダブルです。ショーマ選手もアッパーもいいですよね、うん、でも崩していくならこれを前足蹴り続けるのと、はい、同時に前蹴り定期的に出してるんですよ、はいはい、あ、そうですか。ショーマの方がそうですね、今逆で効かしました。あ、ここは前に出ていく。ゆうやの重たいパンチが画面を捉えていきます。あ、こういうところです。これで前に出た方が、はい、それやりながら前に出た方が、ショーマ選手にとってはやりやすいんじゃないかなと思います。ただここはプレッシャーをかけていきます。ゆうやです。ゆうや選手冷静ですね。前蹴りを出していくのはショーマ。あー、ボディ前に出ていきます。ゆうやここもパンチをまとめていきます。ジングル中央、いや鼻から山崎かなりショーマンを出血してますね。そうです、しんどいですね、鼻血出て、あー、心は動きましたがその後まとめていく。息しづらいですからね、やっぱり鼻血、やっぱりそうですか、うん、はい、ローム切り、はい、ローム切りしようか、ローム切り返していこうというところですが、はい、ジャブつこう、ジャブつこう、はい、ナイス、インロージャブ返していく、インローも効いてる、嫌がってるから、中央に戻ってきました。この打ち合いになっています。お、ここは右ストレート返していく、ショーマ、ショーマが右ストレート返していきました。狙いは良かったですね、はい、ただそのあたりはユウが冷静に対処していきます。もう返していくのショーマ、ただワッツー、あーと、ここは足を止めて打っちゃっていく、ともに膝、うん、ちょっとローブロー入ったか。第2ラウンド終了です。ちょっと最後苦しそうな表情を見せていましたが、見えてなかったです、ね、かった、うん、ローブローアフィールしていたショーマですが、大丈夫でしょうか。お互いに中村さん、こう膝を出していくタイミングでローに入ってしまったような感じでした。はい、これです。これはボディ、ね、違うところのボディですね。この膝のボディは中村さんどうですか、結構有効に入ってましたか。入ってました。で、あのショーマ選手が上半身でこう上体を避けるタイプなんですよ、はいはい、だからお腹がどうしても残ってしまうんで、そこをゆうや選手はしっかり的確に捉えれたので、はい、ボディが効き始めたのかなとは思います。確かに足で避けないですよね。そうそうですね、状態で避ける感じ、ね、うん、足で避けないから三日月とかも当たってたから。あ、山崎結構入るんですか。入ります、やっぱそうですね、足をちゃんとやっぱ動かさんと全部は動かへんから、腹はパンク言ったら残りますよね、やっぱり動かないで避けようとするとボディだけ残ってしまう。そうですね、インローを蹴っていくのはユーヤ、ここもボディを狙っていく。めっちゃ狙ってるわ完全にお腹っていうのを見切った感じです、うん、インローからボディを狙っていく。早い段階で、早い段階でユーヤ選手が気づいてたんで。あ、そうですか、すごいなと思います。ここもボディを狙っていきます。ショーマ選手はもうちょっと詰めて、さっきいいパンチも打ってたんで。そうですね、それでこう逆に、まあ、体力的にどうかわからないですけど、じりじり詰めて、あ、こういう感じで前に詰めてって、パンチまで繋いでいきたいな、いいのを当てると全然また流れも変わる。
中村さん、ここはショーマンもっと前に出てった方がいいっていうところですか。そうですね、はい、あー右を出していく、でもそうさせない、右のパンチ当たったら、ねえ一発ありそうやね、ゾリが詰まったところの右、ただ鼻からはかなり出血しているショーマです。しんどそうですね、呼吸しづらそうや、今鼻から呼吸できない状態、口で口呼吸だとしんどいですからね、これはスリップです、ダウンではありません。これ山さんボディ結構効いてますか。そうですね、ボディで多分もう攻め立てていってますね。今は鼻から呼吸できないしボディは効いてる、これかなり苦しい状態かもしれません。アッパー返していくショーマ、アッパーエースね、ショーマ選手、そうですね、1ラウンド目からずっとアッパーは結構いいかな。パンチに足を持っているか、ただ飛び膝、ユーヤの飛び膝、ジャブ打って距離、ただここはパンチを返していった、左で距離合ってる時も、腹ちょっと気にして打ちにくそうには、あそうです、このハイキックそうさせてないですね。そうですね、選手のペースですね。いや中村さん、ユーヤの攻撃も多彩ですね。そうですね、効いてるかどうかっていうのはベースとして際散っては確かにいますよね、はい、いや鼻から出血しているショーマ、口をかけて呼吸をしていく、ショーマ選手も目は死んでないんで、逆に僕やったら諦めますけど、諦めますか。だって鼻、例えばボディ効かされてたとしても、ボディ効かされて口でしか呼吸できてない状態で今ずっと狙ってるんで、集中力はすごいなと思います。ここはまだ目が死んでいないショーマ、一発当てたいですけど、ここはブーは効きます。ただ飛び膝、ユウヤ左に当てていきましたが、ここで第3ラウンド終了です。まあ最後山さん、ユウヤとしては倒したかったっていうような勢いがありましたね。表情を見てるとやっぱり倒したかったなみたいな、KOしたかったなみたいな顔をしてましたね。でもまあショーマ選手最後までしっかり立って、まあ韓国のように目は死んでなかったんで、一発あったら狙ったろみたいな感じは見受けられましたけどね。そうですね、ただ鼻から集結、メンタルが強いですよね、まあ、両方の選手ですけど、ユエ選手も倒れへんのに最後まで攻め続けましたし、最後までショーマ選手も倒れへんかったし、ジャッジ中川30対28赤ユエ、ジャッジ秋山30対28赤ユエ、ジャッジ篠原30対27赤ユウヤ、以上3対0の判定をもちまして勝者ユウヤ。大きい声のように3対0判定でユウヤが勝利ということになりました。この3対0という結果ですけれども、中野さんどうですか。はい、3対0、はい、はい、その通りという感じですか。通りですね、はい、1人が27対30、その2人が、28対30というところでした。そうですね、もう妥当じゃないですか。ジャッジ、はい、ジャッジがおかしいことってあんまりないんで、もう、まあ、今のは見て分かる。中村さんもそう思うっていうところですかね。はい、思いました。ユウヤ選手がもう上手すぎました。ユウヤ選手の上手さ、このあたりっていうのは山さん、試合1ラウンドから通して出てましたね。はい、そうですね、やっぱりこうすごい試合巧者っていうか、上手な戦い方は、でも倒せるっていうところでこう冷静にこう、はい、ずっとこう料理していくような、上手いなっていうのはやっぱ改めて感じましたね。